はい。というわけで今回も始まりました。はいはい。飲んで酔ってネゲロラジオ。うん。いつものように二人でお送りしていきたいと思います。喋り方キモよ。ではまずメールが届いていますので、紹介させていただきます。紹介しちゃってください。ネゲロね、ネゲロ、ん？ん？言いにくいな。うん。ネゲローム。ネゲローム。ネゲローム。オートブツ黙れ。これからいただきました。ありがとうございます。誰やそいつ。お二人で、マグネットは歌わないんですか？お前の身内やろ、そいつ。というお便りをいただきました。おい。誰やそいつ。私すでに2回歌ってるんですけども。ミクシーにおんのかそいつ。ミクシー。ゲロさんはどうですか。え、僕ですか。はい。ああ、まあマグネットいい曲やと思いますけど、とりあえずあの、うん、オートブツ黙れさんの住所大至急を教えてほしいのと、うん、あと君の喋り方が本当にキモいっていうのが。え、そう。はい。まあ気にすんな。うぜえわお前。で、マグネットやる。うぜえわお前。やらないの。やるよね。やるんでしょ。やろうやるっつったじゃん。どうしたどうした。はい。やるということで。では早速歌おうか。何何ちょっと待てちょっと待てよお前。さっきからお前人の話全然聞いてんやろお前。あ、でさ、これ前奏が。聞いて。どうしたん？びっくりした今、ちょっと聞いて。感想。でさ、これ前奏がちょっとあるんやけど。聞いてよ。他の人たちの動画だと、いろいろ掛け合いとか入れてるみたいなんよね。え、掛け合い？うちらもなんか入れる？ああ、いいけど、もう掛け合い言うたらどんな感じの？まあ、ええ声でそれっぽいことを言っとけばいいんじゃない？ああ、ええ声やったらもう任せてくれ。じゃあ、そんな感じで。うん、そう、わかった。俺たち本当は試験管ベイビー、お米と一緒にリアルゴールド、なんだか今夜はギガバイト、ダーバーバー、 DVD、 ヨシカズ、デビス、俺の母さん、カードリーダー。いや、ちょっとこれ完璧ちゃうの。あ、完璧やで。和紙つかみやで。よし、じゃあゲロリン歌っちゃって。よし、俺言ったろ。うん。ルキャブソーエヘイガー。おい待て。はい。キャブショーイヒーガーじゃねえよ。か細くねえし。灼熱の方って感じじゃん、今の。何お前、死ぬの。いや、俺も止めてもらわな、どないしようか思った。じゃあ、やんなし。もう、絶対止めないから。もう、わかったもん、わかったもん。とりあえず、さっき寝るから行って。ゲロリン、次さ、めっちゃキモく歌うから。ああ、はい。あ、はい。か細い日が心の端に灯る。え、殴っていい？いつの間にか燃え広がる熱情を、私の超不規則に飛び回り、あなたの手に鱗粉をつけた。怒ってる？なあなあ、今怒ってる？束縛してもっと必要として、愛しいなら執着を見せつけて、おかしいのがたまらなく好きになる、行けるとこまで行けばいいよ。迷い込んだ心なら簡単に溶けて、優しさなんて感じる暇などないくらいに繰り返すのは、あの夢じゃなくて紛れもない現実の私たち、古くから戻れないと知る、それでいいの誰よりも大切なあなた。あれちょっと待って、あのネルダーのどないした？自分なりに情熱的に考えて歌ってみたの。うん、JK ちゃうわお前。情熱を吐き違いすぎやお前。今絶対うまくいったと思ったんだけど。全然ちゃうもん、未曾有の大事故これ。夜明けが来ると不安で泣いてしまう私に。大丈夫？たくさん囁いたあなたも泣いて言ったの。
はぁ、相変わらず陸の孤島だね、ここは。ん？誰か来たよ。おい、ファネル。ファーネルくん。誰？ん？今日こそ蹴りつけねえとな。またパワープロ持ってきてる。またすっごい大変だと思ったよ。ちょっと待ってなさい。ファネル早くかけてみましょう。あの子とも連絡してん、言うたね。言った覚えが全くねえ。流れは、あんたあの激しい雨が降る、トイレトイレ夜、ちょっと待ちなさい、あんた誰よ、あんた。いや、お前が誰だよ。だって病院が来いだから無視していいぞ。え、ちょっと待って、無視せんといて。まあ、いや、なんだろうそう。ま、今度も負けないけど、ね。チャーハン作ってくる。ベタ人チャーハン作ってくる。ファールブレイク。うなれ、今中のスローカーブ。ああ、もう番長しっかりしろよ、もう。燃えたろ？あれ？あ？なんか巨人にまだオーガいるんだけど、ね。あんたらもうチャーハン大盛りでいいな。全然気づかなかった。いっぱい食うやろ？てか、坂東もいるし。本当だ、坂東がいる。ゆで卵、ゆで、ごめん。ゆで卵やないか、あんたもチャーハンできたで、ほんまに。早っ！いや、もうとりあえず一回食べてごらんよ、もうすごいんだから。いただきます。じゃあ。まず。いや、そんなことないやろ、お前。うえ！あ、まず。抱き寄せてほしい、確かめてほしい、間違いなどないんだと思わせて、キスをして振り返ってほしい、魅惑の時に酔いしれ溺れたい、抱き寄せてマグネットのようにたとえいつか離れても、まあいいや、無駄だね、触れていて戻れなくて、それでいいの、誰よりも大切なあなた。何今の？いや、常識でしょ。19。疲れた。もういい、帰る。おう、帰れ。もう来んな。最後に一つ。前回のネゲロ第二弾で、調子に乗って、ゲーム情報を入れたりして、おー、久しぶりやん。カテゴリーを迷ってしまったことを。いや、今なんかセリフ取ってんねん。ネルタンと。お詫び申し上げます。そうそう、だからまたかけ直すわ、うん。すみませんでした。ええよ。うるせえよ、お前。ほらね。はいはい。しょ。あ？あ、すみません、すみませんでした。